身長富士スイミングクラブの江沢です。今回の動画では楽に 25m を泳ぐために必要なポイントを説明していきます。楽に 25m 泳げるようになれば 50m や 100m それ以上の距離、長い距離に挑戦できると思います。ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルで継続して水泳の勉強したい方はぜひチャンネル登録をお願いします。また富士スイミングクラブではベトナムで水泳のレッスンを行っています。水泳レッスンを受けたい方はぜひご連絡をお待ちしています。ではどうぞ。楽に 25m を泳ぐためのポイントは2つです。1つ目は呼吸動作がスムーズにできるようにすること、2つ目は浮いた姿勢をキープできるようにすること、この2つになります。25m を楽に泳げない人がやりがちな呼吸動作は、呼吸をしている時に前に伸ばしている手が下がってしまうことです。前に伸ばしている手は頭の重さを支える役割をしているので、この手が下がってしまうと呼吸をしている間に頭が水の中に入ってしまいます。そうすると十分に呼吸ができません。呼吸をしている時に頭が沈んで十分に呼吸ができないと、より頭を持ち上げて呼吸をしようとするので姿勢が崩れて浮いた状態をキープできなくなります。そのため呼吸をした時は前に伸ばしている手が下がらないようにして十分に呼吸ができるようにします。そして浮いた姿勢をキープできるようにしていきましょう。呼吸をした時に手が下がらないようにするためのおすすめの練習方法がキャッチアップクロールです。手を前に伸ばした状態で一回一回手を合わせてから回すようにします。特に呼吸をした後に前に伸ばしている手に回してきた手を合わせられるように練習をしてみてください。この時に頭の重さを水を下に押す力を使って支えようとすると手が下がりやすくなってしまうので、手は前に伸ばして浮力を使って頭の重さを支えるようにしていきます。キャッチアップクロールについては別の動画で詳しく説明しているので、ぜひそちらの方を参考にしてください。楽に泳げるようになれば長い距離を泳げるようになるはずです。そしてもっと水泳が楽しくなるはずです。そのためにも練習を頑張ってください。では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。